はい、はい、社長、はい、ついに出るんですね。出ちゃいます。何年間も温め続けた、温め、はい、このだって動画が出たのってもう5、6年ぐらい前ですよ。いや、そうっすよね。はい、そっから書籍化してほしいっていうのはめちゃくちゃずっとあって、ただタイミングがちゃうなみたいなずっと思ってて、うん、本当になんか書籍化してほしいって声があったんですけど、ただなんか僕的にふと今だなって思ったんですよ、はい、社長からタイミング来たって今なんですっていう連絡来た時は結構ゾゾッとするぐらい、はい、来たか、どうどう来たなこの時だと思いましたけど、なんか12月の15日発売で、なんと Amazon での予約が開始して早々に現在11位まで。ああ、ありがとうございます。皆さん予約してくれたみたいでありがとうございます。ここからパッと上がるために、はい、頑張っていきたいと思ってるんですけども、好きなことで生きていくということで、社長の動画で初めて見た動画がこれだったんですね。ありがとうございます。これに影響を受けた人たちはめちゃめちゃいると思います。そこに新たなエピソードとか考え方とかめちゃめちゃ盛り込んでの、そうですね、あの動画以外にもいろんなところから僕が動画で喋ってたりとか、はいはい、本当にあんまり知られてないようなインタビューとかからもすごい持ってきてもらってる、 で、ね、動画を全部見たことある人でも、はい、全然初めて知る情報とかもいっぱい書かれてあって、あの動画だけではないです、本当に。好きなことで生きていくというテーマをにした社長の完全版みたいなもんですよね。ああ、そうですね。でもこれ完全版に至るまでに海賊版とか、はい、いろんなものを経ての完全版です。このタイプで本になることないじゃないですか。まず出会う前からこのもう海賊版を作ついに公式版、はい、まあ、普通の本として、はい、ちゃんとした本として全国書店で堂々とこの本が、いや僕もこの本見てこの本なら出したいって思えましたもん、はい、なので公式版オフィシャルとして、はい、はい、今回出しましょう。はい、12月15日、 Amazon や全国書店での予約はもう現在スタートしております。よろしくお願いします。予約してください。アデュー。もしかしたら君は今時間がないかもしれん、お金がないかもしれん、技術がないかもしれん、知識がないかもしれん、もしかしたら今かもしれん、でもそれはめちゃめちゃ貴重な尊い経験なんよ。でもね、君がもし将来もね、時間がなくてお金がなくて技術がなくて知識がなくてこうだった場合、それはね、ただただ君の努力不足でしかない。たった一度きりの人生の価値を分かってない。いい、好きなことで生きていくってそういうことやって、好きなことで生きていくっていうこのフレーズ、結局どうやったら好きなことで生きていけるんですかって俺なりの答えがあるよ。夢を見るよ、けど現実と鏡も同じぐらい見るよ。そしてやりたいことのためにやりたくないことを一生懸命いっぱいやるよ。これが好きなことで生きていくためにはどうすればいいんですかっていう答えなんよ。